活石の荒野は、1975年に発表された、西村久し行きによる日本のミステリーアクション小説、及び、これを原作として1982年に制作された日本映画。1975年に、野生時代12月号に掲載。1976年に、角川書店より出版。1982年4月17日、全国東映映映画系公開。 ドルビーステレオ、ビスタサイズ、カラー123分。角川春樹事務所と東映との提携作品。宣伝費に2億3000万円をかけたが、結果は角川映画始まって、以来の不入りとなった。西村久志業原作の映画は、ヒットしないというジンクスが存在し、過去の西村久志業原作映画の興行成績は、君をふんどの川を渡れが廃衆2.4億円。 犬笛が4.3億円、黄金の犬が2.8億円となっていた。角川映画がこのジンクスを払拭できるかが注目されていた。六大都市では一本立て公開されたが、地方では二本立てで公開された。永久作品同士の組み合わせでなければ、二本立てにしても、相乗効果は出ないというかか川春樹が二本立ての相手に選んだのが、 富士映画窓からローマが見えるだった。池田監督の前作は映画界に捧ぐで配給収入は8.5億円。今回が角川映画と富士映画の初の配給提携となった。地方での2本立ての配給収入の安分は都市部での1本立ての配給収入の比率で分けることになっていた。しかし、キネマジュンポーはエマニュエル夫人の観客層と重なる。 興味本位の男性とヤング女性向けのソフトタッチのエロ映画窓からローマが見えると男性向けアクション映画である本作の組み合わせには公開前から疑問視していた。制作サイドは配給収入20億円を目標としていたが、キネマ旬報は配収10億円を超えればヒットと予想していた。警視庁捜査一課の部長刑事西名宗介は深夜自宅マンションで 突然三人組の男に襲われる。意識が回復すると、目の前には、自らの拳銃で撃たれた外国人の死体が転がっていた。殺人の濡れ衣を着せられた西名は、友人の新聞記者、ミネトウや謎の美女、チサラの協力を得て、手配の網をかいくぐりながら、事件を追うが、その背後には、オホーツクに消えた5トンの近海をめぐる巨大な陰謀が、潜んでいた。 映画の公開に先立つ1982年4月11日、東京地区を対象として暗号を解いて金塊を探そうという宣伝イベントが実施された。このイベントは当日朝のラジオ CM で最初のメッセージを流し、それを解いて国電に乗ると車内に次の場所を示す、メッセージの広告が掲示されているというものであった。角川書店はこの前年に 宝探しの暗号を記したイギリスの絵本仮面舞踏会を翻訳刊行して話題を集めていた。当時の報道によると大井競馬場に来た参加者は1万8000人。チェックポイントは7つ用意され最終的な近海の隠し場所は町田市に角川書店の系列会社が所有する玉文庫であったがそこに向かう専用バスを用意した最終チェックポイントの 小田急小田原線、鶴川駅には主催者側が想定した500人を大きく上回る3000人の参加者が集まりバスに乗り切れない事態になった。一部の参加者は最後のバスを取り囲んだり前に座り込んだりして町が警察署から警察官50人が出動する騒ぎとなり最終的に午後8時過ぎに主催者側が別の日に違うルートで再度近海探しを実施すると 釈明したことで収束した。この騒ぎが起きる前に、玉文庫に到着した参加者によって8人分の金貨は回収されており、残る2人分を再実行用とした。警察には事前にバスチャーターに関わる交通整理の依頼しか寄せられておらず、金塊探しの企画は伝えられていなかった。ありがとうございます。